あなたの夢は何ですか家族を幸せにしたい趣味を楽しみたいその夢 YouTube なら叶えられますよ四月18日公開のパージ、はい、それから8月1日公開のパージアナーキの 監督は同じ、プロデューサーも同じなんですよ。はい。ただね、パージの方は2013年に初めて出たのね、うん、こういうのでやろうって。で、パージ法っていうのがあって、<う>えー、世の中が、た、2029年くらいの話ならどうも、う近未来の話なんだけど、<う>あのー、アメリカはとっても、その、裕福になって、<う>で、悩み事がなくって、ららで、みんな、 素晴らしい、うん、その、いわゆる理想とする世界ができたんだけど、うん、人間って悲しいもので、うん、恨みだとか、辛みだとか、憎しみだとかって持ってるじゃない。だから、1年のうちの1日だけ、うん、夜の7時から、うんえー、翌朝の7時まで、どんな犯罪も OK っていう法律を、 作るわけよ。恐ろしいね、それまた。うん,うん。だからそれがパージなの。あそれで、えー、パージの方は<ー>、えー、イーサンホークが、<ー>そのパージ法ができたために、<ー>いわゆる安全を、セキュリティを完全にした、あ,<ー>あの、 ああ、なっていうものの,そのセキュリティーとか、簡単に言うと、城債みたいなものを作って、売って、儲けて、トップセールスマンになった男なのよ、イーサン・ホーク。イーサン・ホークのうちだけの話になるの。 でパーティーが始まりましただから全部こう全てもうセキュリティをかけてそれでそれから何防犯カメラも5つも6つも置いてっていう状態の中でイーサン・ホークに家族が娘がいて息子がいてもちろん奥さんがいて娘はちょうどお年頃高校生くらいで恋人がいてっていうのがあってそのイーサン・ホークはその。 娘の恋人を許さないとかって細かいことがあんのよ。うん、で、いよいよ始まりましたって言った時に下の息子がロボットを操作してて、うん、そのロボットが防犯カメラを見たらば、うんうん、その、いわゆる街に出てて、 ターゲットになるるがいるわけあなるほどねあ<ー>そのターゲットになるやつが逃げてって助けてくれ、うん、助けてくれ助けてくれっていうのをその息子は小さいから助けあげなきゃいけないっていうんで、うん、セキュリティを全部外しちゃう,うん、うん、っていう恐怖。ああ大変,だあ大変こっちは。あららそういう話。うん、で結構私は面白かったなって見たのね。<laughs> うん、すいません咳が 冷静してますそれで、うん、見たのよあ面白いなと思った<ー>で続けてみたのこれ死者を次のパー,ージャニアーキーこれ続いてる話なの続いてるんだってそのパージ法だけは一緒なんだけど,ど,ど登場人物も違うわけ<ー>だけどねこっちの方は非常によくできてるのえっ パーチャーーキーの方がいいね。入力できてんの。んえ、同じ監督さんだし、同じいや、あの、プロデューサーなんだけど、やっぱし、一つ目がすごく当たったじゃない。ーイーサンフォークのやつがはい、はい、だから、月作ったんだけど、今度は、その、平和でも、その、格差があるわけよ。ああ、なるほど。うん。あの、 だから下町っていうとこはあるわけねハイソサイティじゃなくて下町の方でウェイトレスやっててシングルマザーの親子がいるのよでお父さんは病気がちなんだけどとにかく俺はパーティーの時は部屋に閉じこもってるからそのお前たちはとにかく俺のことを気付かなくていいよって言ってる間にお父さんじじいなんだけど出てっちゃうのよそれであるところに行ってお金を もらってそのお金を部屋にじいさんは何されるかっていうとうパーティーの日に行って殺されるわけららら自分から行ってね,って,ねっていうようなことをまず見せて<う>それで次にあの、えー、部屋で一人で銃の手入れをしてる男の警官なんだけど、うんうん、で事故を起こして息子が殺されちゃうのよね事故で死んじゃうの。ららうでそんでそパージっていうのを今度 利用して、事故を起こして、殺した相手を復讐しようとしてるのね。<ー>で、もう一組は、え中年の夫婦なんだけど、すごいもう安全だって言っても、完全にセキュリティの塊になってる車を運転しながら、うちに帰ろうとしてるんだけど、もう中年夫婦がうまくいってないから、喧嘩になるのよ。喧嘩になった途端、車が故障を起こして、歩いていかなきゃいけなくなって、だから、 パーティーのターゲットになる場合の子<ー>それでどうしましょうっていう話。いい話で、<ー>今まで私たちが見たこともないような映画の作りをしてるわけよ。えー、だから出てくる人全く知らないから、だ,だからすごくリアリティがあるということもあるし。えー、どうなっちゃうのこれえ、最後まで見ると。 えっとねイーサン・ホークの方はねえーって終わり方しるえー終わり方ですねじゃあパージアナーキの方はねかっこいいって終わり方全然違うね違う違うこれが2つヒットしたんでえー16年にもうスリーが出てくるのスリーももうもう作って決まってんのあそうえっじゃあそれぞれこれパージは星いくつですか私は星は3.5かなあ三3.5じゃあアナーキーは あ、圧倒的にアナーキーの方がいい、ね。面白かった。うん、ああ、そう、はいえー。でも両方見た方がいいのね、これ。できればね。ね。はい。<laughs> ということで、わ <laughs>、はいえー、かりました。えー、パージ、7月18日公開。パージアナーキーは8月1日公開でございます、はいえー。ということで、お杉さんでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。